こんにちは、CRS 大阪マッチャンです。今日は緑のデモカのオーバーフェンダーの出幅と下がり幅どれぐらいなのかなっていう検証動画ですね。今回はこのエクストリームのオーバーフェンダー、はい、はい、出幅と下がり幅、おお、はい、これやってなかったですもんね。そうです、これまだしてないんで、はい、ちょっとやっていこうかなと、はい、思います。まず出幅は、出幅は25ミリですということは、オーバーフェンダーと一緒ってことですよね。そうです、普通のオーバーフェンダーと、もう一緒です、出幅は。あ、まあ、出幅が前後ろ一緒で25ミリ、はい、出幅になってます。で、下がり幅が、はい、40mm、 4cm、 4cm 純正のフェンダーから大体 4cm ぐらい下がってます。 4cm 結構下がってますよね。そうです、でもね、このお四角に角張らせるためには、あ、ちょっとどうしてもこの真ん中がこの角でフェンダーにやっぱ当たってるので、はい、ってなってきたら純正ってこうなってるじゃないですか。そうですね、ただここをこの丸いところに当ててしまったらどうしてもここが下がってしまうんで、特に真ん中が一番、真ん中が一番、この角のところはもうほぼほぼ純正フェンダーと同じ位置なんです。あ、だからここほんまにここが4cm、はい、あ、であれやったら前の方が見やすいんちゃいます。あ、そうですね、前が、ね、こういう感じになってる。角張らせてまっすぐするためにこうなってるんで、ここがどうしてもね下がってしまう。ああ、ほんなら前ここが、まあ言うたら4センチあるってことですよね。そうですね、こうね、ああ、やっぱほんならここの真ん中すごい下がってますね。そうなんですよ、ここがどうしても下がって見えるんで、まあその周りなんか本当に全然ね、そうなんですよ、もうほぼほぼ純正と同じですですね、はい。ああ、なんだろう、この前後の、まあ、下がり幅で言うたら、まあ、4センチで、はい、出幅が 25ですってことですね。はい、で、まあ、一応スライドが25ミリなんで、まあ、当たることは一応ギリギリ開くんです。ああ、はいはい、それやっぱりその1回外してもう1回付け直すとかの時に両面テープちょっと厚めのを使っちゃったりとかしてしまったらどうしても内張りと干渉してっていうことがあるかもしれないです。ああ、はいはい、はい、でそれだけあんまりね、分厚いのは使わないようにしてもらって、うん、っていう感じですかね。そうですね、はい、ほんなら今回はそのエクストリームオーバーフェンダーの検証ということで、はい、エクストリームオーバーフェンダーです。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。